ここ坂の上の雲ミュージアム松山の魅力を発信するメンバーが集結。大好き松山、竹所、白い雲。城山公園って落ち着くな。公園も良いが城も良いものだ。たまには松山城にも登ってみてはどうだ。確かに最近登ってないかも。今は特に松山城が熱くなっとるぞ。松山城が熱い？気になる。熱き松山城にいざ参らん。松山城冬の陣。着いた、長者が鳴る。あら吉明くん、なになに？初代城主が残した大いなる宝、財宝伝説？はい、現在松山城周辺ではリアル宝探しを開催してるんです。この宝の地図の謎を解くと次の謎を解くために必要な手がかりが。なになに？結構難しいぞ。吉明くんにもらった地図の謎を解いて松山城に隠された財宝を探します。この辺に宝箱があるはずなんだけど。ん？吉明くんどうしたの？ひょっとして。あったー、吉明くん、あったよ。見つかった、やったー。謎を解いて宝箱を発見した人には豪華商品のプレゼントもあります。ぜひチャレンジしてください。令和の大合戦、松山城冬の陣には来場された方が楽しめる仕掛けが盛りだくさんです。そして二の丸史跡庭園にもコロナ対策もバッチリ。よーい、ドン。二の丸史跡庭園に出現したのは巨大迷路。どっちだ？こっち？ひょっとしてゴール！脱出成功、嬉しい。あ、あれ？吉明くん？吉明くん！あ、まだ？え？吉明くん！大丈夫？令和の大合戦、松山城冬の陣。リアル宝探しや巨大迷路など多くの催し物で松山城を熱く盛り上げます。新型コロナウイルスの対策もバッチリで安心ですよ。松山城冬の陣へ遊びに来てね。ハイト松山俳句ポスト365、今週ご紹介する優秀作品はうらうらと巣よりあふるるカヤネズミ。季語はうらうらです。春のうららかさを表現します。カヤネズミは日本では一番小さなネズミ。写真を見ると絵本に出てくるようなネズミなんでびっくりしました。さらにイネ科の葉を利用して作るという10センチほどの球形の巣がこれまた可愛い。なるほど、この巣で眠り出産や育児をするんだと思うと巣よりあふるるという素地がますます生き生きと感じられます。巣のみを漢字にした表記も優しくて楽しげです。このうらうらという季語に馴染みがないという人も多いかと思います。私もあんまりこのうらうらっていうので作ったことがなかったんですけれども、春の代表的な季語としてうららっていうのがあるんですね。れいという字わかりますかね。ちょっと漢字難しい、画数の多いうららですけれども、あのうららというのが春の時候の季語としては一つ大きくあるんですね。秋が爽やかで春がうららかって、こういうふうになるわけです。でそのうららという季語の傍題、うららが主たる季語で、その周りにですね派生した小さな季語があるわけですけれども、その中の一つにこのうらうらっていうのがあるんです。初めて見つけた時に私はうらうらなんていう季語どうやって使うのと、こう自分ではなかなか作るの難しいけど、ちょっと半信半疑って言ったら怒られるけど、俳句ポスト365で出題してみるとこんな楽しい句が出てきて、もう本当にファンになりましたこの句。私の孫たちが読んでる
ネズミの一家の絵本があるんですけれども、その本を開くたんびにうらうらという季語を思い出します。